はい、皆さんこんにちは、ふんさんです。ということで第2回マリオカートダブルダッシュ実況やっていきましょうか。前回ポッドね、コメント欄でどのキャラの組み合わせがいいですかってリクエスト聞いたら、なんだっけな、イーズデラックス全最強キャラのワルイージ、そして現最強キャラのヨッシーの組み合わせでやってください。これ面白くない？まあ今、イーズデラックスはワルイージ重量級なんですけど、まあ今作は中量級ということで、中量級コンビ。まあこのヨッシーカード使っていこうか。フラワーカップいきましょう。うわ、キノコブリッジだ、ナッツ。キノコブリッジね、エイツデラックスの第6弾に来るんじゃないかみたいな噂されてますけど、まあ、個人的にも好きなコースなんでぜひ来てほしいとこっすね。行きますが、今回も10秒半でつけていこうと思います。悪い字ね、スペシャル技ね、ボム兵なんだよな弱くない？ボム兵って普通に今出るじゃん、ボム兵って。誰でもなんかボム兵って聞いたら微妙な感じはしますけど、前回この10秒半で結構ワンワンに助けられたとこあったからさ、不安でしかないな。ヨッシーのスペシャルも、まあ、ヨッシー卵前回パートあんま強くないですけど、まあ、実際強くなくて、赤コーラみたいに追尾してから当たったらスターがないっす。当たったら中身からね、まあキノコとかワンチャンスター出てくるよみたいな感じなんで、まあ、面白くはあるんで、その辺を見せていけたらなと。怖い、その花ちゃんか、でかすぎる。スターで弾け飛ばせないんだ。クッパ倒しといて、サンダーまあ強いんで、まあこれ使っとくか。6位で交換しつつ使っちゃって、この世代確かね、ナイス、スペシャル、なんか弱いな特別感出してきてるけど、なんかあんま強くねえな。この世代サンダー確かね、あれなんだよな、1位でも最下位でも確か、大きくなるまでの時間が同じだった気がする。だから最下位らへんにいる人はね、本当にきつい気がするんだけど、このキノコか、吹っ飛ばしたらキノコ出てきますと。いやー、ちょっと10秒半で普通にきついな。オッケー、キノコ一歩落ちる。回収できない。キャラコンマジむずいんだよな。もう今とは比べ物なんないぐらい、ハンドリング悪いんで、壁こすりまくりますと。キノさんナイス、強い。4位で出るんだね。まあ、そしたらここショートカー行っちゃって、3位ドリフトしながら降りていって、その車怖いな、大丈夫。これ、よし、これ今出ろ。出ないのか。今出なきゃいつ出るんだよ。投げちゃった。その反射怖いけど、大丈夫か。車発動した。ワンチャンスライブ当たれ、当たれ、当たれ。いや、俺に当てます。自分に当ててどうすんねん。オッケーオッケーオッケー、潰した。でかいでかいでかい。あー、むちゃくちゃだけど3位。2位取れないか。なんかもう、あれだな。ぐちゃぐちゃになって。1レース目からカロリー高かったけど、まあ、今日はこの悪い字ヨッシーの組み合わせで1位目指していこうと思います。はい、次、マリオサーキット来た。まあ、GC マリサ、マリオカート Wii にもありますけど、まあ、Wii バージョンと、そんなに変わんないじゃないかな。まあ、今回も10秒半でやっていきましょうか。まあ、ジャンプアクションがないから、Wii 版より、ちょっと地味な絵面になっちゃうかもしれないね。ワルイージ、これ前でいいな。ヨッシーの方が強いよな。ボム兵最下位ででも、何の見ないから、あら、早く来た。あれ、マリオのスペシャルだね。こう、アイテム取っといて、スター使っちゃおう。結構設置ガンガンあるな。ドンキーとね、ディーディーコングのスペシャルのデカバナナ、あれが結構厄介なんだよな。あれは本当に狭いとこ置かれたらかわせないから。俺キノコタックルしたらアイテムパクれたりしないっけ。アイテム持ってなかったそもそも。あ、ここのスターは使っちゃっていいな。使っちゃう。あ、この辺ね、ビーバーだったらジャンバクション出て楽しいんだけど、スペシャル出た。スペシャル感ね、マジで全然スペシャル感がない。あ、結構カート速くない ?80 キロ出てるわ。前回の KO 級コンビの時は、なんか60キロぐらいしか出てなかった気がするんだけど、気のせいかな。忘れたけど。ここ、ショートカー行っちゃって、あ、ボム兵で潰しちゃいましょうか。当たったかな。当たってねえわ、ボム兵弱。マジで弱え。まあ、悪い字と組み合わせの、次のキャラっていうのかな。あれがワリオで、ワリオもね、ボム兵なんだよな。だから、悪い字ワリオは、あんま強くないね。H ラックスは結構お二人とも強いけど。ここドリフト綺麗に決めてって。1位早いな。1位ワリオか。あんま強くねえとか言ったワリオが1位取ってるわ。ここヨッシーコーラ引いてもろて。なんかあの軽量級早くない？なんだこれ、そんな早い。オッケー、キノコ4つ。偽棒食らってるやつを横目に。初等化いっちゃって。なんかこれ急ブレーキやめて。ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。当てたい。ボム兵ないっす。このボム兵は熱いかもしんない。さあ、お前。暗いな。これかわせないでしょ。あ、かわしてるわ。普通にかわしてる。やばい。後ろ見れないんだよな。後ろ見れないんでこんな不安だと思わなかったわ。キノコ欲しいけど取れない。そのキノコを取りたい。取って、オッケー。この落ちキノ取ったら勝てるでしょう。最後バックスマッシュ置いて、オッケー。ナイス。これいい位置だね。ナイス打開だわ。
さあ来たデイジークルーザー。デイジークルーザーもめっちゃ好きだったんだよな。まあ、エイズデラックス版来てね、大歓喜だったんですけど、行きましょうか。最初のね、ちょっと行ったところのプール、今ではなんか入れるけどね、今プール入ったら落下ってあるんだよな。今じゃないな、ダブルダッシュはな。だからあそこのプール入れないということで、10秒経ったら行きましょう。打開きついな。でもどうなんだろう、ワンワンとか出ない分スターとかの割合が高まってるから全然ありなのかもしれない。このプールね、このプール殺せでは入れないんですよ。身をもって身をもってわざわざ入らなくていいのに。やらかした。この差結構きつくね。まあなんとかスターガンマをしていったらもうミスはできないけど、なんとかまだ間に合うでしょう。スタートゲゾー投げる。トゲいらねえ。トゲゾーとかもみんなに投げてほしいアイテムランキング第1。自分で投げたくない。これあれか、ここ下ダートなのか。あ、ダブル取れなかった。やばい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 、まずいまずい。何じゃない、よし危なすぎる。よしじゃないな、運転してるの悪いじゃないよしのせいにしてすまん。運転してるのは悪いでした。これ使っちゃおう。もうガンガン使っていけるとすぐに間に合わない。かなりまずいぞ。あれだな、ダブルダッシュ空中行ったら、まあ、下にね、あのメーター出てますけど、一気にスピード落ちるから、どれだけ空中に行かない、跳ねないような運転するみたいな、まあ、ガチ勢からしたらそういう運転が大事なのかもしれない。オッケー、キノコばらまいてる。スター確定出ないのか。オッケー、ここ取って、スター確定とかだったらね、ちょっと面白そうな感じはあったけど、さすがに強すぎるか。そのデカコーラまずいよ。大丈夫、バナナ返しありがとう。潰しといて、デカコーラ持ってんだよな、投げないでな。6位か、結構前遠いな。スペシャルナイス、これスター出たら神。これ弾が当てつつ中身のスター取れたら全然逆でもありえるけど、出てないか。まあ、キノコは回収できる。いいよ、こういう使い方ね。ヨッシーはまた出る。注意の方が出やすそうだね、ヨッシーの卵は。サンダーか、きっちりな。さあ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 、ないか。バナナ2個押してる。なんとかなんとか3位ぐらいまで入ったら、まだ優勝のチャンスはある。このキノコ回収頑張れ。そのキノコは回収できないか。テーブル邪魔。滑る滑る滑る、やばい、耐える。いいキャラコン、いいキャラコン、うまいぞ俺。ヨッシーの卵前1人潰しつつ、いや1、2、3位遠いな、4位も遠いか。どこだ、いるけど当たった。スタート出る、オッケー、拾えたから勝ちあり、拾えたからこのレースは勝ちありですやべえな。でも1位はだいぶ遠のいたかもしんない。3ポイントしかもらえないか。いやこれは積んだくせえけど、まだ総合2位か。じゃあなんとかもう1位も無理だから2位滑り込むわ。きた、ワルスター。こう見たらさ、マリオカート B に結構ゲームキューブのコース多いね。まあ、デイジークルーザーはいつらくしたけど、まあ、今 GC マリさんもね、このワルスターもありますし。いやーでもあれだな、10秒半って本当にワンワンのおかげすぎだな。今回もキャラリクエスト待ってますけど、結構10秒半でしっかり加速系のスペシャル持ってるキャラじゃないときついのかもしれない。と思ったけど、加速系のアイテム持ってるやつ誰だ、いなくね。ワンワンと、あと何、一応キンキノもね、スペシャルアイテムとしてキノピオとキノピコかあるんだけど、そいつらなんかね隠しキャラらしくていないから、もしかして加速系のスペシャルって少ないか。少ないな、こう考えると。誰がいいんだろうな。あ、サンダーナイス、このサンダーでかい。サンダーね、ガンガン引いてきたら打開もいけるんだけど、意外とねさっきから引けてなかったから、あそこがきつい要因でもあるかもしれない。交換していきつつ、やっぱサンダー出した瞬間に一気に詰まるな。あ、この人抜かしてから赤コーラ投げようと思ったけど、アイテム交換する前に潰しとく。やばい、設置が多いマジで。スペシャルナイス、なんかウィーみたいな処理しちゃう。あ、ウィーみたいな処理しちゃうやべえ、ウィーの癖が入ってるわ。あそこドリフトしながら飛んでいくっていうね。でこれは交換しちゃおうと思ったらできなかった。まあ、ダブル取りに行って、どんなのがむずいんです。まずい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 。1位誰、1位ドンキー、あれ待って、1位臭くない1位、1位が飛び抜けてんだけど、どうなってんだあれ。あ、でもどこだっけ、2位総合3位か。俺が今総合2位だから、総合3位のチーム潰してんだけど、アイテム取れないかそれ。確かドンキーチームだった気がするんだよな。まずいな、あいつらを1位取らしちゃうと自分がかなりまずそうだけど、スペシャル前に投げちゃう。当たったんじゃない、自分当たりそう、怖えそれ、怖い、また出た。いやー、いいスナイプ、てか上手くね、コンピューター。コンピューターのレベル高すぎる。よし、後ろにしとくけど、これきついか。トゲナイス、いいよ、トゲめっちゃいってる。
デカバナナがある、でっか、ガチでかいでかすぎだろやばいって。そのキノコを拾ってるコンピューターうまいんだけど、なんでさいちいち設置とかさ、落ちてるキノコを拾ってんだよ。レベル高すぎんか。そらパックン邪魔だ、まずい、潰す。1位どこよ、全然見ない。なんとか3位まで入ってワンチャンか、当てて、オッケーナイス。でキノコで自分は加速していって、2位無理か、3位、3位どうだ。一応最後スペシャル、申し訳程度のスペシャルボム、総合2位入れたら、まあ個人的に嬉しいけどどうでしょうか。プラス6ポイントで逆転された大逆転かまされました。第3位です。まあ3位入れたら入賞だからなポジティブにいこう。いやダブルダッシュ無事は前回パート久々にやってね、意外と上手かったから調子乗ってたけど、ちゃんとむずい。3位だったらなんかもらえるのかな。1位取れないと隠しキャラとかコースがもらえない説はある。なんかくれ。あ、もらえませんでしたはい、ということでまたね、キャラリクエストをお待ちしてますんで、コメント欄ぜひ書いていってください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。